じゃあこんにちは。さあ、はい、キャンプ始まりました。いよいよですね、始まりました。なあ、はい、なんかこのな、せちがない中で、はい、まあ、選手はこれから1ヶ月間というね、長丁場を頑張らなきゃいけないけども、はい、まあ、各球団、はい、それぞれ課題を、まあ、昨年から見て、今年こういうことをキャンプでやらなきゃいけないよっていうことを、はい、ちょっと考えてきました。あ、じゃあちょっとそれを、それをね、順を追っていきたい。はい、1位、2位、うん、3位、4位、5位、6位と、はい、ね、で本当は1位と6位をくっつけたかった、うん、動画の再生回数考えるとだけどもうそんなことしない。もう姑息な手は使わないと。姑息な手はしない。まずもう優勝の巨人からいきましょう。はい、はい、巨人はね、うん、ない。え、いやちょっと待ってください。ないってことはないですよ。いや、ないっていうことはないんで、はい、ないっていうことはないんだけど、はい、他のチームから比べるとやっぱ安定感がある。これなぜかというと、レギュラーがやっぱしっかりしてるっていうことだよ。まあそうですね、うん、だってもうほぼレギュラーが決まってるから、はい、だけどその中で、まあ、あの投手陣からいくとさ、はい、先発投手陣の構築しなきゃいけない、うん、規定投球回数に達したのは菅野だけなんだよ。あ、そうだったんだ。そうそう、他はね、達してない。だけどメンバーはいるんだよ。サンチェス、今村、はい、井野、メルセデス、はい、で期待は、うん、畑、直江、うん、こういった人間がいるんだけど、はい、戸郷選手は、え、戸郷選手、あ、戸郷もいるよね。ありますか。ただ、はい、戸郷の使われ方を見ると、はい、中に入れるのか先発に戻すのかっていうのが、はい、まあ、日本シリーズは、うん、まあ、おそらくあの先発でいくと思うんだけどね、うん、はい、だけど、まあ、そこら辺を誰をチョイスしていくか、うん、例えば日本シリーズで今村がね、はい、悪くはないんだけど、まあ、意表をついたのかもわからないけども2番手に来たでしょ、はい、でそこでえっていう声が上がったじゃない。やっぱりこう少し弱いなっていう感じを印象を与えたんだよね。だからそれをやっぱり桑田ピッチングコーチが入ったことで解消されればいいなっていうふうに思ってるんだよね。だ今の段階では本当に先発ローテでもう確固として決まってるっていうのはもう菅野投手オンリーってことになるんですか。まあまあサンチェス、メルセデス、はい、肘の具合ね、はい、で井野、あ、ここら辺は、ね、決まってるんだと思うんだけど、4名は、うん、まあ戸郷もそうだよね、はい、まあ、決まってると思うんだけど5名ね、はい、だけどその中で直江、はい、畑っていうのが出てくると、うん、面白いなと。で俺が期待してるのは畑。え、それは俺はね、あのピッチャー負けないピッチャーだと思ってるから。あの三浦大輔が出てきた時に球自体はそう大したことないんだけどさ、あれ負けないんだよ、しぶといんだよ。そういうピッチャーに俺はなっていけるような、はい、なんか可能性を感じるんだよ畑には、はい、だから畑が今年本当に昨年の戸郷みたいに投げてくれるようになってくると、うん、先発陣はある程度余裕を持てるかなっていうふうに。あ、じゃあ豊さん的にはその今畑投手を入れたその6名が、うん、まあ、先発ローテ、ね、ローテの中に濃厚だっていうことですか、ね、うん、まあ、直江っていうのもなんかね魅力があるんだよ。まあ直江は今育成選手なんだけど、はい、だけど必ず力あるから上がってくると思うんだよね、まあ、昨年見た時に、うん、ああこのピッチャー魅力的だなっていうふうに思ったから、はい、だからそこら辺をやっぱこううまくキャンプで鍛えて確立をさせるということでね。中継ぎ陣はね、はい、何の心配もしてないんだよ、うん、高梨をね筆頭に、はい、まあ、中川とかもさ左ピッチャーも豊富にいるし、抑えのデラロサがどうなのかっていうのは分かんないけど、はい、でもなんとかなるんだよね中継ぎは。いろいろバリエーションがあるから。田口投手はあの先発だったりとか、まあ、田口もいるね、中だったりとかあったんですけど、田口も痩せたって言うけどさ、その痩せたものがうまく働くかどうかだよね。ちょっとスリムになったね。そう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 。いやいや昔さ、はい、誰だったっけな、阪神でね、痩せてね、失敗したやつがいるんだよ。安藤かな。お、安藤投手ですね。いや、今年は絞りましたとか言って、はい、球全然いかなくなっちゃった。あ、走らなくなっちゃった。あ、逆に走らなくなった。逆パターンもあるのか。いや、逆パターンもあるんだよ。だからまあ、その痩せたからいいっていうもんじゃないけども、はい、まあ、一つのね、うんうん、その自分の意識という意味では、非常にいいよね、うん、だからそういった意味では投手陣は若手が出てくれれば、はい、うん、まあいいかなという、はい、で中継ぎ陣はなんとかやりくりは効く、うんうん、だからピッチャー陣はそういうところね、はい、で野手は
まあ、梶谷が機能するかどうか、はい、まあ、最大のテーマはね、うん、だからその最大のテーマというのはそのチームにどう引き込んでいくか、うん、まあ、これは坂本の仕事だと思うんだけど、はい、まあ、坂本が積極的にやっていくだろうしね、うん、で坂本と同級生ということを考えるとさ、はい、まあ、そんなに不安はないんだよね、はい、でレギュラーは決まってるとはいえ、やっぱり若手の底上げで、昨年松原が活躍した、はい、若林が何か取りかけた、はい、でもまた一からでしょ。いや、そうなんですよ、うん、だからそのモチベーションを保ってやるということ、うん、周りがそうです、やっぱがっかりだよね、今年はレギュラーでライトだぜみたいな思ってたら勝ち点取って、そうです、あとみたいな、外国人選手も来たんで、来たよ、なのでどこあれファーストとレフトに入るですよね、ってことは最初はね、若手はどう、いやだからモチベーションを下げちゃダメなんだよ、下げさせないようにしないと、やっぱ、まあ、会話だよね、はい、会話とかが必要だし、はい、あとはね、注目したいのは大城の変化、うん、大城は多分レギュラーで行くと思うんだけど、はい、ただ昨年 その日本シリーズを見た時にね、甲斐との差を感じたと思うんだよ、また感じなきゃおかしいし、まあ甲斐ほどできるとも思ってなかったとは思うけど、だけどあれに近づくようなことをしていかないとさ、キャンプで、はい、まあ、頭もそうだよね、うん、ミーティングの資料とかもあるよ、全部頭に入れるとかさ、はい、まあ、そういうことをしていかなきゃダメ、あの大城はね、はい、そういうことをやっぱコーチが課さなきゃダメだよね、うんうん、でもまあチームの防御率が 3.34、 これ1位なんだよね、はい、チーム打率2割5分5厘、うん、これ3位、はい、打率低いですね、まあ、打率はちょっと低いんだけどさ、やっぱホームランを打てるバッターが多いし、はい、まあ、打点もホームランもいるでしょ、うん、だからそういう意味ではそんなに心配してないし、梶谷が入ったということでね、はい、まあ、ここら辺はやっぱもうレギュラーはもうちゃんと決まってるから、そうですね、あとはやっぱりしっかりした調整と準備をさせるということだよね、はい、だから課題っていう意味ではピッチャーの若手、うん、がね、どう食い込んでいけるかっていう、そうそうそう、ところですね、で野手の底上げは松原と若林と、はい、まあ、重信もそうかな、そうですね、うん、でやっぱ足も使えるしさ、はい、非常にバランスがいい、はい、はい、だから優勝できるんだけどさ、まあそうね、まあ、今年も優勝候補の筆頭だよ、はい、はい、昨年2位の阪神、はい、ね、投手陣、うん、投手陣はね全く不安はないんだよね、いいですよね、いや、いいよ、西矢、青柳、秋山、はい、で高橋がいるでしょ、はい、います、で、まあ、期待はやっぱ藤浪だよね、はい、毎年なんていうの、期待はしてるんだけど、ただ昨年中継ぎに入ってまた先発に戻して、はい、なんかそういうことを やりながらなんとなくバランスが良くなってきてるんだよね、うんうん、だから今年本当にもう一度ブレイクするチャンスかなっていうふうに思う、だからその藤浪が本当にこう投げれるようになってくると、はい、すごく強いよね、それは豊さん、その先発として投げられるようになってくるとっていうことですか、どっちでもいい、中継ぎでもどっちでもいいですか、だって藤浪の中継ぎはなかなか打てない、ね、いや、どちらかったら自滅してくれるけど、はい、あのやっぱあのボールの力っていうのはさ、うん、やっぱ魅力だし、はい、まあ、先発でもいけるよね、うんうん、まあ、それと中継ぎはあの岩崎、岩佐とかさ、はい、いるしね、はい、だから、まあ、経験豊富な人間もいるし、うん、まあ、能見が抜けて経験どうなんだって言っても、うん、やっぱここら辺も経験者だしさ、はい、だからそういうものはスアレスが抑えということを考えると不安はそんなにないんだよね、そうですね、ピッチャーもね、はい、豊富ですもんね、うん、でね、野手陣、はい、やっぱレギュラーを作らなきゃダメ、うん、で規定打席に達してるのが大山だけなんだよね、内野手で規定打席に達してるの、まあ、糸原っていうのが故障をしてね、うん、規定打席に到達はしなかったけど、じゃあ木浪とか小畑とかそういうものをどうするんだって、うん、で小畑をレギュラーにするのか、木浪を使い続けるのか、糸原でいいのか、うん、これどうなんだ、で新人の佐藤はどこで使うんだって、これはじゃあキャンプの間にどういうふうに精査していくんですか、うん、いやだから、はい、チームの課題っていうのがやっぱ失策なんだよ、はい、やっぱエラーをしない、うん、これ打てないから、うん、守備だけはしっかりしてる人間を使うとか、うん、はい、そういうことをしていかなきゃダメだよね、うんうん、で外野手の人間が投資
近本ぐらい、両サイドがなかなか、まあ、サンズも守るけど、はい、高山、中谷、陽川、木浪、はい、こういった人間がやっぱりレギュラー争いをちゃんとしていか行ってくれないとさ、うん、困るなっていう。そうですよね。だからよく2位になったなと思う。これまあやっぱ投手力が良かったんだろうなと思ってさ、はい、で防御率が 3.35 だしさ、うん、で新人の佐藤、これ面白いよね、うん、でも左バッターでしょ、だから甲子園でどうなのかなっていうね、うん、あと豊さんが注目してた助っ人外国人がここの中にピタッと今度はまると、ピッチャーでしょ、はい、ピッチャー、あとバッターも、うん、まあ外国人はねあんまり最初から計算入れない、キャンプのキャンプでやりたいことだから、あ、そっかそっか、だからもう内野手のレギュラー、外野手のレギュラーをしっかり作っていかなきゃダメだよね。あ、でね、守備はね送球のミスが多い、うん、取るよりもってことですか、まあ、取るのも多いけど、はい、目立つのが送球のミスが多い、ということはやっぱキャッチボールがいかに大切かって、やっぱ基本からやっぱりしっかりしたものをキャンプでやらなきゃダメだという、はい、うんうん、でこのエラーがなくなった時にじゃあどういう効果が現れるかっていうとさ、はい、ピッチャーが最大の武器でしょ阪神は、はい、でもこの人たちがしっかり輝いて見えるようになる、うん、やっぱ苦しいもんエラーされると。そうですよね、西投手とか何回そのエラーで泣いたかっていうのもありますもんね。そう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 、あるから、だからそういう意味では、はや、だからなぜエラーをするかというとさ、やっぱりレギュラーという責任を与えないからさ、だから広岡さんも言ってたでしょ、やっぱ責任を与えろって、はい、だからやっぱこう責任感、責任を与えた方がいい、うん、中間層の選手が、はい、選手が多い、うん、まあ例えば高山、中谷、陽川とかさ、うん、木浪とかさ、はい、これを一つ壁を越えてほしいよね、もう一つ上のっていうことですね。このね今挙げた4人はねレギュラーにはなれるから、はい、頑張れば、自分を律して厳しくやれば、うんうん、ね、だからそういう意味ではあの頑張ってほしいと思うし、はい、まあ、若手はね井上、はい、これは魅力だね、うん、どのあたりに言うと、いやもうあの体が違うもん、うんうんうん、日本人離れしてるというかさ、はい、メジャー級の体してるよね、うん、で飛ばす力もあるし、でこの井上選手が本当に活躍してくれると、うん、すごいですよね阪神。だから大山が輝いてるけど、大山よりもなんか素質を感じるというかさ、はい、じゃあちょっとキャンプで注目ですね。いや注目だ、で小畑、はい、あ、小畑選手、ね、この選手も内野で、まあ、期待はしてるよね。そうですね、だから阪神はもう本当に守備練習、基本の練習、うん、その反復でいいと思う。あ、なるほど、はい、まあまあ2球団ね、はい、話はしましたけども、はい、ね、まあ、そういうところに注目をしていきたいと思います。はい、はい。